こんにちは、会長です。本日はですね、現環境最強編成の一つ、ミサカアクア編成、簡単に解説していこうと思います。はい。まあ、この編成ですね、工場でも組めちゃうというね、ていうか工場でいいんじゃねえかっていう、めちゃめちゃ、はい、希望でございます。みんな大好き希望です。はい。しかもね、まあ、それなりに、テイスト交えても戦えるというね、とても素晴らしい編成になっております。まあ、今ね、現環境最強編成の一つって言ったんですけど、まあ、なかなかにいろんなキャラが強くて、バランスのいい環境になっていて、まあ、その中でも強い編成の一つっていう、まあ、最強の一つと言ってもね、全然いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここはマップで後ろから来てるの見えてるんで、ボレー連切りします。はい。しっかりね、迎撃していくと、まあ、こんな風に、スタン当てて、ミサカのね、瞬間火力で溶かしていくっていう感じで、まあ、ガンナーは別に何でもいいかなって思うんですけど、レチアンだったりデズだったりっていう感じですね。まあ、デズだったら初手ね、しっかり A で広げれるんで、まあ、最初からね、ミサカのレールガンが溜まってる状態で戦えるっていう、まあ、感じですね。で、ルチアンだったら、ルチマバカン詰めたりするんで、まあ、スタンが増えたりとか、まあ、オースのワンチャン力が上がったりとか、まあ、そういう感じで、まあ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 、その組む人によって使い分けていいんじゃないかなと思います。はい。で、僕の白虎以外は、このメンツは全員常設かな。で、ソンがヒーロースキル入ったんで、しっかりまくって、迎撃していきます。まあ、HS は別に温存しなくていいかな。溜まりきった状態じゃないわ。ポータルが広がりきった状態だったら、40秒かな。ミサカは溜まるんで、まあ、試合の半分ぐらいだったらワンチャンもう一回溜まるんじゃないかなと思います。全然ね、最初、溜めて、C まくりに一回使って、もう一回溜めつつ頑張って迎撃みたいな感じで後ろ目で立ち回ってっていう感じで、まあ、試合に2回打てることの方が多いんじゃないかなと思うので、うん、まあそんな感じの立ち回りでいいかな、ミサカは。まあ割かし火力源なんでしっかり生存気味で、なんならガンナーより真珠の目かなって思います。はい。で、GB がいい感じに刺さっていくと、GB アバカンイエガーガブで220かな。で、ガンナーが220か30のカット3レンジだったと思います。で、マジスク食らって。まあ、ここ反省点が、ミミミ白虎って切ったんですよね。で、まあ、ミミミアバカンで強気に打ててれば、もしかしたら、倒せたんじゃないかなっていう。まあ、ちょっとね、思い切りが僕は足らないので、アタッカーがあんまり向いてないんですけど。まあ、ミサカに関しては死んじゃダメなので、もしかしたら、ま、こういう編成は向いてるかもしんない、アタッカー枠。まあ、だからフルカノみたいな思いっきりが必要な、まあ、キャラはね、そう。安牌取っちゃうんで。なかなかに、反省点が見つかるんですけど。まあ、そんな感じで、スタンがかなり強いですよと。無発アバカンじゃないときついんじゃないかって思うかもしんないけど。まあ、別に、ミミミとか入れれば全然何とでもなるかなって思うので、まあ要は切り方だよね。切り方さえ気をつければ全然いいし、まあ今ね敵が突っ込んできてくれたんで、まあとりあえず適当にスタンばらまいて終わっただけなんですけど、まあ敵がしっかりね見合ってくる相手だったら、まあガンナーの通常と、まあアクアが遠距離ばらまいたり、まあ、敵陣潜り込んだりして、敵のガードを吐かせてからスタートみたいな感じの方がいいかな。で、デラクラなんで、初手は A でしっかり広げます。C はね、いらない。まあ、初手戦ってもね、そんなに強くないですよね、この編成。まあ、アクはね、師匠部強くないからね、まあ、しょうがないんで、とりあえずここは、ヒーロースキル溜まってるんで、ワンタッチ入れて、味方が GB 持ってるんで、ここでもう一回、白虎タッチを入れるはず。入れた。で、敵に1枚ダメかを吐かせたんで、まあ、とりあえず待ちます。はい。で、敵が詰めてきたんで、しっかりね、止めつつ、頑張って迎撃して。で、相手も引いていったんで、引いて仕切り直そうとしたタイミングで、しっかりね、スタンを入れていくと。で、味方マバカン1枚入れてくれたんで、これ号令で3人つなげて、もうこれ1人で全員やれちゃうっていうね。やばいでしょ。やばいんですよね。スタンの秒数長くなってるんで、まあ、こんな感じで巻き込めるというね、
まあ常設でミサカいるんだったらイエガーバカミミミ、まあ号令か、まあ、もしくはね脇にヤンとつってたら脇にヤンでもいいかなって思います。脇にヤンだとまあ近距離なんで、まあ、号令よりかは早いですね。まあただ一応アバカンがミサカと赤が持ってて、まあメインで使うのはアバカンなんで、巻き込む用の号令として持っておいてもいいかな。うん、まあどっちでもいいと思います。そんなにまあキテルはねそんなにおすすめはしない。なんか自分から当てに行くっていうことが、まあ、なかなかできないんで、まあ、極端に突ってるとかだったらいいかもしんないけど、であとはもう迎撃するだけだから。でまあ特にねそんなに積むカードもないんで、そのガンナーが支援しなきゃいけないっていうこともないんですよ。そう、それがねまた常設でも使いやすいかなって。まあ、最近の編成とか、まあ、最近はキルスプが流行ってるから支援は、まあ、そこまで流行ってはないんですけど、まあ2ヶ月前ぐらいになるともう絶対後ろが支援しないと前線頑張れないみたいな感じだったんで、まあ常設厳しかったんですけど、まあ今はね各々回復積んでも全然戦えるんじゃないかなっていうことで、はい、まあなかなかに。で、まあ、例えばリリーマルとか、まあ今強いリリルとか、まあそういう相手に対しても、まあアクアが頑張ればダメカはたくさん割れるんで全然ありかなって思います。なんとでもなるね、なんとでもなる。でまあ残り時間的にまあ特にやることはなくて、相手のカードに合わせてヒーロースキル打ったり、ヒーロースキルに合わせてヒーロースキル合わせたりっていう感じで、まあ、後ろ目で普段通り守るだけですね。はい、いいね。まあうまくいくならそのアクアのダッシュに合わせてアバカン入れるとか、まあ、あとはアクアのヒーロースキルに合わせてアバカン入れるとか、まあそういう感じの立ち回りがいけばうまくいけばいいんですけど、まあなかなかに難しいんですよね本当に。まあかなり使い込めばいけるかなと思うんですけど、まああとアクアがかなり PS 必要かなって個人的に思ってるのが、まあまあまあ仕方ないかな。まあそれでも提出でも使えるっていう点で全然強いと思うんで、まあそこはね個人で頑張っていただいてっていう感じですね。うん、でもう一回このステージです。まあ溜めやすいステージだとかなり強いかな。まあこの日はねタカさんとライスでもあったんですけど、まあ別にそんなにしんどくはなかったかな。まあスタンたくさんあって手数が多いんで意外となんとかなるという。でこれ桃鍋は貫通しないんでアバカンつなげます。で反省点プラス1、収穫の吐いたので、まあ敵があるとしたらあと号令かレンジか毒かっていう、まあ、ところだったんで、ミミミアバカンでレンギリして白虎を切ってガードを張りながらルルカをね殴れればよかったかなって思います。やっぱこうやって見ると結構反省点あっていいなって思います。なんかねわりかし動画作ってて楽しいのが、まあ、みんなのコメント読んでる時も、まあ、もちろんそれが第一なんですけど、まあその動画を見返して、まあ、自分のねプレイング良かった点悪かった点を反省するのもすごくいい。うん、まあ、人のプレイをよく見ようとかよく言うじゃないですか。それが一番の上達の道かなって思うんですよ。まあ、やるのも大切だし、まあ、上手い人たちが何をやってるかっていうのもね、しっかり吸収していくのも大切なんですけど、その上手い人たちがやってることを知識として蓄えた上で、自分のプレイが今どうなってるのかっていうのを、まあ、やりながらじゃなかなか難しいんで、まあ、一回ね、落ち着いて見返してみると、また一つ二つね、反省点見つかって、上手くなれるんじゃないかなって思います。なんかね YouTube 2年前とか1年前とかの動画見てるとマジで何こいつっていうぐらいね自分下手くそなんで、カードの切り方とか立ち位置とか、うん、まあそれなりに上達したんじゃないかなっていう、まあ、こんだけやっててもこの1年でさらに上手くなったなって感じはするんで、すごく大切かなと思います。でヒーロースキルがこれで吐いたんですけど、上に出て見えなかったんで、まあ、とりあえずこっちかな。で一直線上になってくれたんで、まあ、こういうステージは特にね2枚抜きしやすいよね。でタイミングも一緒だったんで、まあ、ミサカイズです残るしね、その竜の波動機みたいに合わせが難しいわけじゃないから、めちゃめちゃ雑に切ってもいけるというね、素晴らしい、簡単だし
手軽だし一緒やんけ、情報説でもできるしっていう、まあ、できるがある程度なくてもそのミサカのスタンのアビリティと、まあ、アクアも定数でもなんとかなるっていう、まあ、ガンナーだけそれなりに、まあそれはねできれば必要なんですけど、まあそれ込みでもね強い使いやすい編成かなと思います。はい、まあ、て感じでね、ミサカアクア編成かなり、まあ、おすすめです。まあ、次加工されちゃう可能性があるんで、今のうちにね、頑張って、楽しみましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。